肉や魚などを食べないベジタリアンや、完全菜食主義のビーガンに適した食品の品質表示をジャス日本農林企画に定めることを目指すプロジェクトチームの初会合が、きょう、国会内で開かれました。プロジェクトチームは、超党派の議員連盟や農林水産省、東京都などで構成され、きょうの会合では来年春頃までの制定を目指すことを確認しました。